なんか妙に遠慮のあるくっつき方ですね、ゆきまるくん。ゆきまるくん、今日なんか悪いことしたんだってね。何したの？指を噛んだ。指を噛んだ。珍しい。しかも結構な本が、本紙、まあ本紙だったら指ちぎれてなくなっちゃうけど、うん、そこまでじゃないけど、甘紙よりはだいぶ上で、その時のあの顔ね、なんかきつい顔して、珍しく。でも悪いことしたんでしょ、うん、あなたも。うん、あ、というか、うん、悪いこと、うん、なんかその前に背中に甘紙、なんかこういう感じで来たわけよ、ズンってそれで、うん、やめてって言って、うん、その後にあのマッサージ機をこうやってやって脅かしたわけ、うん、そしたらそれギャグ切れして怒った。あら、それで怒られて今で、くちばしのとこに指をやったら、うん、普通にガブッてやったの。ああ、やゆほど怖かったんでしょう、マッサージ機が。そう、それで怒られてこんな感じなの。そう、今日はなんか距離をちゃんと保ってる、私と。あら、ごめんなさいしないと、ゆきまるくん。初めてであんなに強く噛まれたの。ね、噛まれることないのに、ね、ないの、ね、背中から急にトンってくるでしょ、うん、それもちょっと怖いんだよね、たまにね。なんか肉噛まれるんじゃないかな。それでやめてって言ったんだけど、まあ多分悪気はなかったんだろうけど、うん、構ってほしかったんじゃないの、うん、ああ、かわいそうに。すごい反撃だよね、兄ちゃんもね、強いね。仲直りする？これで手出してさ、噛んだらもうあれだけど、握手する？握手、握手、握手は？握手、握手、乗る？乗る？もうないのね。ああ仲直りしないんだ。いいんだ、兄ちゃん。乗らないの。こうやって、こうやってやったらカバッと。ね。もう噛んじゃダメね。怒ってても噛んじゃダメね。この顔。言われてること分かってるんだよ。ね。分かってるよね、くんちゃんね。あ。ちょっと近寄ってる。遠慮がちにくっついてってるね、うん、ちょっとパクパクして、手を出して、お、仲直りか、ママと仲直り、ん、乗るの、乗るの、乗るの、どっち、やっぱりそこがいいんだね。こっち来た。で、仲直りだね、りーちゃん。ね。ごめんなさいしてんでしょ？いいよ。もう絶対しちゃダメだよ。ね。りーちゃんの口わしはさ、ちょっと、
すごいからね。ニッパー？ニッパー。ニッパーだもん。ほんと。乾杯。乾杯。乾杯。ヨーグルト食べたいな。今日朝食べてないもん、ヨーグルト。ヨーグルト食べたい。ヨーグルト食べたい。パパ入れてきて。ヨーグルト入れてきて。なら一緒にお話ししてくれてるのね。パパヨーグルト入れてきてください。食べたい、食べたい、食べたい。ヨーグルト、ヨーグルト。あ、フルーツ食べようかな。ヨーグルトも食べたいけど、フルーツ食べようかな。そういえばあるの。オレンジとパイナップル。あ、食べようかな。ギーちゃん食べる？食べる？どうする？食べる？デザート。フルーツ食べる人。フルーツ食べる人。フルーツ食べる人。食べない。食べないか。おい、オレンジ。オレンジ。オレンジ。パイナップルはね、もうママちゃん全部食べたから、オレンジは、オレンジは平気みたい、鳥さんは。どうぞ。すごい警戒してる。どうぞ。どうぞ。どうぞ。絶対いらないね、この反応ね。うん、自分でフォーク持つ？いいよ。はい。逃げてきた。うん、で、どうするの？小さいフォークにする？それだったら。これだと持ちにくいでしょ。ねえ、持ちにくいよね。ちょっと待って、ちっちゃいの持ってくる。はい。警戒してるじゃん。はい。うん、そうそうそう、持って。自分で、自分で持って。はい、お利口さん。はい、いくよ、離すよ。重いかな、このシルバーのフォーク、ちょっと。小さいとは言っても。絶対嫌がってるからね、これね。